発表を用意しました。おい、祭り、祭り、あー、おい、破れまりた、おー、祭りくじはとっておきの商品があるみたいなんで、楽しみにしてください。どうも、快速です。さあ、今日なんですけども夏祭り企画やっていきたいと思います。ですよ。まあ、このご時世ね、うん、祭りに行くってことがなかなか厳しかったりするじゃないですか。です、ね、特にうちの家族で言ったら7人家族で大人数で祭りに行くのはなかなか難しくて、はい、で昨年2020年で言ったら行ってませんよ、うん、で今年もちょっとどうなるかわからないという状況で、はい、やっぱりチーム開催でみんなで考えてね、やっぱり祭りって子供で行きたいじゃないですか、はい、でも行けないのが続いてる中で、普段ね動画に出てくれたりとか頑張ってくれてるから、うん、何かプレゼントしたいなっていうことで、はい、手作り夏祭りをしたいと思います、はい。そうなんですよ。しかもかなり今回ちょっと力入っててね、はい、まあ、こちらの事務所で夏祭りをするんですけども、うん、もういろいろちょっと準備して、はい、雰囲気提灯とかもこう飾り付けなんかしたりして、ね、うん、でじゃあ一体何をやろうかってみんなで会議した時に、うん、まあ、やっぱり祭りといえば射的とか、はい、用意しました。射的、あと金魚すくい、はい、これまあおもちゃのやつですけど、うん、用意しました。あとは輪投げ、輪投げ、そう、あとは祭りくじ、祭りくじ、これもあった方がいいもんね、はい、そしてやっぱり祭りといえばやっぱ食べ物も大事やんか、はい、焼きそば、お、そしてフランクフルト、お、で祭りといえばリンゴ飴これ全部用意してますから、うん、絶対子供たち喜ぶと思うんですよ、はい、でちなみに子供たちが夏祭り今日やるって言ってるんですね、うん、だから嫁さんにそれ言ったら、じゃあせっかくやったら子供たちに浴衣着せるって言って、そうなのよ。だから今からね、流れで言うと準備をガッサーってチームスタッフと僕でやっていくんですけども、はい、で準備が整い次第、嫁さんと子供たちがこっちに来て、はい、祭りを楽しむという流れでございますよ。最高や。ちょっと夏やっちゃおうよ。夏やっちゃおう。やらしい話、うん、めちゃめちゃお金かけてますから。なんぼこうたっていう。いやでも子供たちのためですからね、うんうん、そういうことでございますから、ちょっととりあえず準備から、はい、やっていきましょうか。はい、はい、というわけで本日もお願いします。あ、そう、これあのちなみになんですけど、ウォーターサーバーの水じゃないんで、あの使ったやつ何やったっけ、はい、使ったやつを水道水ここに入れてます、完成いたしました。やったー、やったよ。めちゃくちゃええ感じでしょ、うん、いい感じになった。結構時間かかったけど、はい、でもなんか楽しかったな、やってて。楽しかった。そしてこれ見てくれる、はい、まずこれ輪投げね、うん、ええ感じで作りましたよ、うん、カジサックがねこれになってるのがいいじゃないですか。人形に輪を入れてもらうってね、はい、横には射的ですね、うん、これまあいろいろな子供たちが好きなお菓子を並べて、楽しそう。打って落としたらもらえるという、はい、そして金魚すくい、うん、こちらもいい感じで出来上がりましたよ。いい感じ。基本ベース手作りですからね。そうですね、はい、そして食べ物系ね、うん、こちらフランクフルトがあって、焼きそばもあって、そしてリンゴ飴という、うん、完璧でございます。完璧。嬉しい。そして発表用意しました。おい、祭り、祭りやだ、ほんま。開けるで。もちろんスタッフさんも、はい、発表来ております。見てくださいこれ、はい、してるねー。で今回なんですけど、はい、祭りといえばさ、うん、ご飯食べるにも、うん、まあ、やっぱお金が必要だったりするんですよ。100円200円300円、はい、今回はちょっとお金とかじゃなくて、うん、こんなん俺どうかなと思って、うん、笑顔、笑顔、例えば、うん、輪投げ、はい、1回やるには、
ワンスマイル、ワンスマイルで OK やらしてあげるよっていう。可愛らしい。可愛い祭り。これめっちゃ良くない？めっちゃいい。なんかそこで100円取りたないやん。お金取りたくないから、はい、だから全ての商品、はい、まあ、くじ引きも含めて、はい、1回ワンスマイルで。なるほど。これやっていきたいと思います。素晴らしい。ニコってすればいい。もうニコってしたらいい。可愛いやん。もうこうはダメよ。これカウントされない。これカウントされない。こじ祭り参加できるかな。こじひょっとしたら無理ですから。笑顔、ワンスマイル、はい、これでやっていきたいなと思います。はい。で、もう一個ちょっと俺ね、うん、雰囲気出すために大事だなと思うのが、はい、ちょっと音楽つけようかなと思って。で、今回 Bluetooth ちょっと用意したんで、はい、ちょっと一回音聞いてもらえる？はい。ミュージック、どうぞ。あれ？はいよ。ちょっと。あ。オチはどうした、オチはどうした、はっはっ、失った失うな、オチなんかあるかこのめっちゃよくない、完璧や、うん、雰囲気出た、いこの雰囲気でちょっとやっていきたいなと思うんですけど、はい、でね、まだ紹介してないのがくじ引き、はい、そうよ、今回実は、はい、めちゃくちゃ、はい、ちょっと目玉商品を用意したんです。マジっすか？ちょっとこっち来てもらっていいですか？はい、さあ今ちょっと別室に移動してきて、はい、こちらも安武さんの寝室なんですけど、はい、ちょっとお借りして、はい、なんと今回くじ引きなんですけど、うん、商品は1個だけなんですよ。お大当たりは1個だけなんですよ、はい、その大当たりの商品なんと、はいはい、見てください、こちら、はい、プレステ5でございます。ちょっと待って、心だ、今日のために嘘でしょ、準備しました、プレステ5、すげえ、箱だけとかじゃないよね、箱だけ、竿だけ、違います。マジモンの本物です、これ、すげえ、一頭のみ、一頭のみです、はい、でどういうことかっていうと、まあ、この町来てからも説明しますが、はい、こちらね、これくじがあるんですけど、はいはい、10枚入ってるんですよ、10枚で、10枚のうち1枚だけ大当たりが入ってるんですよ、まあ1等、なるほど、で、はい、まあうちの今日子供たちメインだから、はい、5人、まあはるちゃん入れて5人いるじゃないですか、はい、だから1人ずつ1枚ずつ引いてってもらうの、うん、で当てれるかどうかと、あ、なるほど、1回勝負で、はいはい、確率で言ったら 50% やわ、 50%、 まあはるちゃんはまだ取れないから嫁作に抜いてもらって取ってもらうと思うんだけど、はい、その 50% を当てたら見事プレステ5ゲット、いやこれすげえわ、もし外れたら、はい、外れたら事務所に置きます、ゲーム部屋に、ゲーム部屋に、嬉しいですけど、うん、持って帰ってほしいですね、これは確かに当ててほしいな、うん、ここは当ててほしい、当ててほしい、でもそこはちょっとガチで行った方がいいんじゃないかなって、確かにこれは豪華やわ、これ楽しみでしょ、うん、っていうのを最後目玉に、うわすげえ、さあ言ってる間にね、はい、子供たちも到着するんで、はい、もう僕たちはいらっしゃいませーっていう感じで最高、待ち構えましょうか、はい、はい、みんなの力合わせて頑張って作ったんよ、いやーすげー、すごいでしょ、うん、ちょっと紹介していこうか、はい、うん、ちなみにうちの若い衆の常さんがいるんだけど、やってるよ、まずこれ輪投げね、輪投げがあってすごい、でこれね、ちなみにまあ後でやりたい人やってもらうんだけども、うん、1個でも入ったらお面もしくはお菓子がもらえたりするの、おー、ねえ、あ、はるちゃんも来てる、かわいい、はるちゃんも浴衣着てる、はるちゃんも着てんの、いいね、次射的があるから、あ、これはね、あとでまた常さんが言ってくれると思うけども、うん、これ落としたらもらえるってやつね、そうよ、そう、で、これこっち見て、ご飯あるから、リンゴ飴、うん、リンゴ飴もあるからね、そうよ、あとね、全部手作りのリンゴ飴、リンゴ飴は購入したごめんな、焼きそば手作り、で、こっちはね、もうせんちゃんが多分好きだと思うんだけどもね、これ小橋さんがね、やってくれるんだけども、金魚すくいとスーパーボールすくいですから、はい、こっちも得意だよね、で、実は、うん、祭りくじもあるんだけども、うん、それはちょっと後のお楽しみにということで、はい、わかりました、この音すごい、この音雰囲気どう、すげえ、いい、出てる出てる、やったー、いいじゃん、祭り祭りじゃん、
楽しんでいこうか。まず子供たちが輪投げからやりたいってことで、輪投げで、その中でもコジサックとセンちゃんがやりたいってことで、あ、なるほど、あ、おいしょ、あ、おいしょ、あ、おいしょ、テンションがすごいですけど、ちなみにね、パパ言ったと思うけども、このお祭りはお金ではございません。あ、スマイル、笑顔です。笑顔だ。一回の笑顔でできますね、プレイが。わかりました。はい。じゃあここから常さんよろしくです。よっしゃー、いらっしゃい。輪投げしたい人、はい、じゃあ、ワンスマイルもらえますか？最高のスマイルもらったんで、3つ輪っかを差し上げます。はい、はい、はい、天から出たためよ。1個でも入ったら、常さん何でしたっけ？お菓子か、お面を差し上げます。おいおいおい、選べるんだ、頑張れ。はい、あー、頑張って、落ち着いてね。あー、いい、頑張れ。あーそー、もう一回やりたい。じゃあ次、センちゃんやらしてあげよう。はい、じゃあ行こう。安竹さんにワンスマイルもらっていいですか？はい、はい、お願いします。かわいい、かわいいね。はい、じゃあ輪っか3番あげます。頑張れ、センちゃん頑張れ。はい、あー、せんちゃん、もうちょっと前からでもいいかもね。もうちょっと、すねさん、もっと前からにさせてよ。いいでしょ。ここの線ね、ここら辺でね。頑張れ、せんちゃん。はい、頑張れ。はい、うん、あ、惜しい、惜しい。頑張れ。ふわっと。やっつけちゃった。やっつけちゃった。惜しかった。ちょっと、これは悔しいから入るまでやろうよ。やろうやろう。お、とじ、たんちゃんも行く。とじもやりたい。順番。はい、じゃあ姉ちゃんもね。オッケー、じゃあ当時、はい、ワンスマイルいただけますか？最高の笑顔。頑張れ。あー、惜しい。あー、惜しい。頑張れ。あー、惜しい。じゃあ、かんちゃんもスマイルお願いします。いやはい、はい、じゃあお願いします。頑張れ、かんちゃん。惜しい、惜しい、惜しい。あー、大当たり。大当たり。もう一個いっちゃう。もう一個。あー、けどスネさん、これ、はい、じゃあカンちゃん入ったんで、お菓子かお面どれがいいですか？じゃあお面、キティちゃんのお面ください。キティちゃんのお面、優しい、かわいい。これカンちゃん、もしかしてプレゼントじゃない？うん、はい、どうぞどうぞ。あー、頑張れ、せんちゃん。うん、じゃあ、コジ行く？もう一回。もう一回行け。ってことは、つねさん。やります。もう一回やりたい人は、うん、スマイルお願いします。スマイルかな。ええ顔すんな。コジももうちょっと前からやらしてあげようか。そうですね。じゃあ、コジもうちょっと、じゃあこの辺。頑張れ。頑張れ、コジ。よし、頑張れ。頑張れ。惜しい、惜しい、惜しい。頑張れ。あほら、連続でスマイルいけ。スマイル、スマイル、コジ。おい、もうちゃんと入れて頑張ったよ。あー、もう一回もいた。ナイス。おい、やりたい方だよ。2個入ったから2個入った。アンパンマン。アンパンマン。アンパンマン。オッケー。アンパンマン。じゃあ2つ入ってるからね。何欲しい？じゃあドラえもん。じゃあドラえもん。おめんめっちゃ人気あるね。高いな。お菓子欲しい人いないの？はい、ドラえもん。はい、かわいい。あー、あー、いいね。さあ、では次、はい、射的みんなやりたいね。やりたい。行こうよ。でもこれはちょっとコジとセンちゃんはちょっと早いかもしれないから。なるほど。やりたい。一回トウジとカンちゃんでやってみようよ。じゃあ行く。カンちゃん頑張れ。じゃあカンちゃん、ワンスマイル3発までスマイルお願いします。イエーイ。ナイススマイル、ナイススマイル、ナイススマイル。一人3発ね。じゃあ、かんちゃん、これやり方ね。はい、この片手でこう狙うか、両手で支えて狙う。ここを触っちゃうと、出なくなっちゃうから。はい、うん、オッケー、頑張って。かんちゃん頑張れ。線から出ないようにね。そうや、これを当てたら、もう差し上げるんでね。いいよ。はい、いけ。あー、当て返って頭のやつ。さあ、あと2回。さあ、あと1回、あと2回。腕伸ばしてもいいんだからね。いけよ。あんちゃん頑張れ。いやー、ナイスー、ナイスー。うまい、やった。うまい。ってことはあれいただけんねや。これを差し上げ、いやー、おめでとう。もう1回できるよ。そうだ、あと1発。すごい、やっ
ぱセンスあるね。いいっすね。あ、せんちゃん欲しいのがあった。どれ？ちっちゃいやつ。かわいい。いけるかな？いける？かんちゃん、あのちっちゃいの。ちっちゃい。いけるか？頑張れ。いやー、すごい。おめでとう。おめでとう。え、せんちゃんおめでとう。ありがとう。すごい。トウジ行く？行くわ。トウジ頑張れ。じゃあトウジ、ワンスマイルもらっていいですか？いやここはトウジ決めたいよね。どれ狙う？うん、どれ狙う？じゃあココアシガレット狙おうかな。ココアシガレット、ココアシガレット。渋いね。渋い。ああ惜しい。いや、カンナもそうだった。一回はちょっと、うん、あ、こういう感じなんだなっていうのが分かるからな。慣れだよ、慣れ。慣れだってよ。頑張れ。あー、危ない。上の方当てたら倒れるよ。イエーイ。ナイスエイム。もう一個ちょっと取りたいのがあるんだけど、それもう一回やっていい？ってことはどうすんの？ちょっとね、あのかんちゃんはせんちゃんのために取ってあげてたじゃん。ああ、だから当時はコジ君のために取ってあげてた。おお、コジもやりたい。一発だけじゃあコジに歌ってあげて。うん、コジどれがいい？え、コジね、コーラの、コーラパンチ。うわ、ちょっと重そうだな、あれな。確かにちょっと重みがありそうだ。まずコジが行く。コジちょっと厳しいと思うんだけど。これかな。頑張れ。おお、うまっ。うまい。奇跡起きた。ここは100点。うまっ。すごい。すごい。すごい。マジで？やば。すごい、すごい。かっこいいじゃん。初で当てたんだけど。すごい。そうじゃ、あと2発あるから。そうよ。じゃあ、当時今度はポッキー狙おうかな。ポッキー大物。すごいよ。やっほー、やるね。盛りまくりやん、盛りまくり。おぉ、商売上がってるだろ。ほんまやな。ラスト、ラスト、アポロ。アポロ行く、アポロ。最後も決めちゃって。イエーイ、ナイス。スネさん、これやってらんねえ。もうやってらんねえ、店じまいだよ。さあ、そしてみんな、そろそろお腹は空かないかい？めっちゃお腹空いてきた。今日はね、フランクフルト焼きそば、そしてリンゴ飴があるんだけども、これどれでもワンスマイルで食べてもいいんですよ。じゃあ、どうし頼んでいいですか？何がいいですか？焼きそばください。ってことは、あれください、焼きそば。はい、もち。他は食べたい人？はい。こっち何が食べたい？一緒に食べよう。一緒に食べたい？これ、焼きそば食べたいです。焼きそば食べたい。じゃあ、焼きそばこれ二人で食べたらいいんじゃない？ね、ってことはこれ二人同時じゃない？あ、そうっすね。お願いします、せーの。甘い。最高だね。はい、マジ最高の祭りだな、お前。ちょっと当時食べていいですか？もう全然自由です。いただきます。せんちゃん、どれ食べたい？せんちゃん悩んでるね。どれがいい？どれがいい？そんな悩んだ。これちなみに、この焼きそば、土橋さんが作ってくれた。そう、いただきます。ソーセージは誰が作ったの？これはね、あの、購入した、買った、うんうん、この2つだけ？そうだよ。オーマイガー、うますぎる。いや、せんちゃん、どうする？全部でもいいの？全部いいよ、食べれるんだったら。どれから食べたい？じゃあ、焼きそば。焼きそば。ってことは、まだだよ。お客さん、何かが足りないね。じゃあ、いただいてちょうだい。食べてちょうだい。あれやりたい。あれ、あ、じゃあそれ、 あれやりたい。それもうちょっと食べたら、あとでじゃあ金魚すくいやろうか。はい、イエーイ。せんちゃん、まず食べてみて。食べて食べて。ゲンゴロウちゃんが作ってくれたんだから、うん、食べてください。ああ、どう？おい、おいしい。イエーイ。楽しいな。楽しい、幸せ。最高やわ。幸せですね。もう全部食べたいです。お、フランクフルトも行くか。うん、掘ったら、ちょっと待ってください。こうです。はい、マジ。どうぞ。えっす、これも美味しいよ。みんな自由に遊びだした、これ。最高っすね。本当にもう祭りいいっすね、やっぱ。どうだ、かんちゃん、美味しい？コージも食べていいですか？コージも、うん、よっしゃ。食べ食べ。うん、ちょっとツネさん飛んできたよ、これ危ないよ、これ。商売上がったりだよ、これ。こんなやつも入っちゃうな、これ。頼む、ほんとに。割れない、割れない。えぇ、このやつもあったから、もう。
怒っちゃうしてんじゃん。昔からのよしみたいいじゃないか。いやお前これいろいろ俺たまっとんじゃん。すっきり加藤さん出てきた。加藤浩次さんのモノマネだ。今ちなみにあのはるちゃんがちょっとぐずっちゃったんで、はい、あの嫁さんが別室でちょっとはるちゃんを怪しいという状態でございます。楽しいな。楽しい。最高。あ、君、君さっきのやつと一緒だろ。ああ。さっきのやつと一緒だろ。おい、すぐするやつだろ。おい、なぜかだな。つるさん、はい、リベンジしたい。ちょっと入らなかったから、うん、ちょリベンジしていいですか。あ、オッケー、いいよ。リベンジしたいってことは、はい、入ります。あれー、よっしゃ、じゃあ3つ。あ、よしよしよし。あ、もうダメだ。雑になってきてるな。これやりたい。どれ。おー、入った入った。よし、当時1個入ったから1個お菓子か。お菓子でお願いします。オッケー、はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。さっきから気になってるんですけど、この人は、え、君はアンパンマンだよね。ちょっと顔撮っていい。あ、さっきの。ダメだって。おい、この野郎、おい、またダメだな。おい、よすけ、お願いします。いらっしゃい。お、金魚すくい。金魚すくいだよ。ここもワンスマイルで1ポイ1個差し上げます。スマイルを安武さんにください。かわいい、はい、これ破れるまですくってください、ね、できるかな。頑張れ、はい、それでは頑張って。お、破れまで。おー、おー、おー、大きいでしたね。いや、うんちとろう。せんちゃん上手。おー、噛んだ、すごい。うまいね。うまい。あれ、ちょうど、あれ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 、ちょっとちょっと、めちゃくちゃ取れてるけど。これもう、言語の商売上がったりだよ。これ商売上がったりだよ。ちょっと待って、これワンスマイルで全部いけんの。全部取れちゃうよ。むちゃむちゃ救ってるよ。すいません、もう一個器もらって。あれ？これ。なんだこれは。よね。はい。破れてないです。やだよ。破れてないか。達人になってしまったのかもしれない。全然破れへん。あれ？ほんまや。やばい、全部持ってかれる。このポイ強いな。すいません、もう一個もらっちゃった。もう最後だよこれ。ありがとうございます。じゃあ一緒に取ろうか、ちゃんと。え、これ破れへんやつな。やちょっと業者どうなってんねんこれ。俺が知ってる金魚すくいとちゃうねんけど。違いますね。お見事。いやー、すごいわ。ワンスマイルでこんなにいっちゃったよ。いや、これもうせっかくだったら全部いっちゃおう。いっちゃおう、いっちゃおう。いや、もう入らない。袋にさ、はい、入れたやつを、うん、これに入れちゃうから一個じゃください。おじさん入れちゃって。これちょっと想定外だよ。あーもうびしょびしょなってんじゃん。びしょびしょになっちゃったよ。ここびしょびしょあかんやろ。わかるでしょ。おやぶさん、何してんの。びしょびしょ。おめでとう。いや、やばー。はい、じゃあ備えてこっち。さあ、まさかの一回で全部いけるのか。全部いくぞ、これ。これちなみに我々リハやった時破れたけどね。破れた、破れた。普通に破れましたよ。なあ。あ、もう時間の問題だ。あ、もうあと2個。あと2個。あ、かしんちゃんが最後。あと1個。あと1個。あと1個。おめでとうございます。パーフェクト。かんちゃん、せんちゃん、やってみてどうでしたか。楽しかった。いやだ。せんちゃんは楽しかった。よかった。でも本当はこの後小児作にやってもらおうと思ったんだけど、もうなくなったね。ね。ちょっと今ね、はい、はるちゃんが機嫌が戻ったみたいで。はるちゃん、よかった。あ、はるちゃん、はるちゃんもよかった。よく似合うね。
ネーネーがいっぱい取ったスーパーボールが気になって仕方がない。千ネーネーだろ。千ネーネーだね。千ネーネー、ちっちゃいドラえもんでーす。かわいい。やめて。どうした。おそれを口に入れてあげてねーなー。食べさせてあげてるんだよな。かわいい。最近はるちゃん調子いい時、はい、ほっとひいき。ここまではいかないけど、はい、ここまではやばい。あれはるちゃんほっとひいひいは今日は気分じゃないみたいな、ね、この間せんちゃんと二人でずっとほっとひいひい。かわいい。もう今スーパーボールがもう、ね、不思議で仕方ないですね。とにかくアンパンマンに入れてあげたいんだよな。アンパンマンに食べさせてあげて。かわいいね。かわいい。さあ皆さん、祭りいろいろ楽しみましたけど、はい、あと一つ残ってんのありますよね。何ですか。祭りくじ。そうです、祭りくじ。祭りくじはとっておきの商品があるみたいなんで、楽しみにしてください。さあ会場はこちらになります。皆さん、うわー、いらっしゃい。いらっしゃい。これなんでしょう。 PS5。 なんと今回の大当たり景品は PS5 です。いやすごすぎるなー。せんちゃんさ、買ったらさ、これいらないんだけど。あれ、えいらないよ。私はいらないんだけどっていう。でもせんちゃんも大きくなったら絶対に楽しいゲームだからね。というわけで、はい、今から皆さんルールを説明します。はい、はい、普通の祭りくじとはちょっと今回違います、うん、何が違いますと言いますと、こちらにですねくじありますね、うんうん、ここに10枚のくじ引きが入ってます、うん、10枚のうちなんと1枚だけ大当たりって書いてるものが1枚だけあります、うん、イコール10分の1ですよね、うん、それを今からみんなに、まあ、はるちゃんは嫁サックが引いてあげてください。1枚ずつ引いてもらいます。なので、うん、5枚引けるよね、うん、10分の5ってことイコール2分の1。そういうことなんですよ。なのであなた方家族今回チームプレーとなっております、はい、個人ではなくて誰か1人でも大当たりを引いたらみんなのものですから、はい、なんと2分の1でプレステーション5が手に入るんです。おーすごい。すごすぎるやろ。ただこれは今回ガチでやりたいと思ってますんで、本当にまあパパからするとちょっと当ててほしいですよ、うん、当てて頑張って。はい頑張れ。わかりましたか。まず誰から、はい、誰から引こうか。やっぱりじゃあ下の子から引いてって、うん、ちょっとごめん、その前にスマイルもらってないかも。あみんなルール忘れてるかも。な今回はるちゃんちょっとお機嫌があれだから嫁サックに代わりにやってもらうことになるから、うん、ちょっと順番にポンポンポンやってってもらっていいかな。じゃあ順番に行こうか。はい、スリちゃんからちょうだい。はいそして、はいはいそして、はいそして、はいそして、ナイススマイル。もうさ、ユーチューバーだよ。もう分かってんだもん、欲しいのが。そうっすね。これ入れちゃったから。いいよ、もう。では、行きましょう。はい、うん、誰から。せんちゃん行く。おー、いいね。さあ、せんちゃん、無欲のせんちゃんですからね、うん、まだ開いちゃダメだよ、はい、開いちゃダメだよ、はい、次開いちゃダメよ。さあ、当ててくれよ。頼むよ。頑張れよ。はい、当たるかな。どれだろうな。あ、緊張する。これだ。これでも今思ったんだけど、はい、これに関してはやっぱり嫁サックも参加でもいいんじゃないかな。なるほど。だからはるちゃんと嫁サックやから、うん、あと2枚引いて、これどう。そうしましょう。そうしましょう。これがハッピー。なんか俺そう思ったわ、うん、そうしよう、そうしよう、そうしよう。じゃあ嫁サック、はい、頼むよ。引いて、頼む、引いて、当ててくれ。はるちゃんの分。はるちゃんの分。はるちゃんの分。さあ、というわけで皆さん並んでください。6枚ね。パパがせーのって言ったら一斉に開いて、大当たりの人は大きな声で大当たりって言ってください。そしたらみんなの PS5 が手に入ります、はい、それではいきますよ。せーの、どうだ。大当たり。やったー、引いた。どうしが引いた。なんでというわけでおめでとう、 PS5 ゲットです。やったー、ほくるー、みんなのだ、みんなのだ、やったー、ナイス。
った一番欲しい人に当たったねほんまやなよかった、うん、というわけで我が MPS5 がおめでとうございますおめでとうございますということだったんだけどもまあ今日みんな祭り楽しんだでしょうんどうだったすごい楽しかったねもう一回やりたい何を救いこんだけ救うんだよ後でまたやろうかこれどうだったあっしょっしょあっおいしょあっおいしょあっおいしょなにそうなんだ楽しかったということだな、うん、そうかちょっと嫁さんがね今回ちょっとはるちゃんが機嫌が悪かったから、うん、あれだったんだけどもでも子供たちが楽しそうにしてるのを見てたけどもうちの子供たちのために、うん、あの皆さんがもう一から準備してくれたっていうのがもう本当にありがたいなって思うしあとは子供たちがすごい楽しそうで、うん、お祭りもやっぱずっと行けてないしそうなのよでもその喜んでる子供たちを見てる大人たちが一番嬉しそうだった最高でしたよもう泣いてたよ、ね、もう一回泣いてたよねなんか最初入ってきた時やばかった最高やったなまあでもやっぱりねとんでもないまあこのおうちお祭りも最高ですけども、はい、いつかまたゆっくりみんなで外でもな、うん、行きたいなと思いますよ、うん、とにかく PS5 おめでとうおめでとううえいやー本当に父として、はい、皆さん協力ありがとうございますいやーもうこちらこそですもう本当に幸せでした俺久々に見たかもああいう顔やってよかった、本当に良かったですね楽しそうにやってくれて何よりでございますよ、うん、本当に、うん、でも僕思ったんですよ、はいまあ、せっかく今回ね、うん、もうこれほとんど勝ったんですけどそうですね、うん、なんかこのままバラシにすんのもさ、うん、片付けるのもちょっとどうなん残念なと思ったから、はい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 、常もさ、はい、お子さんいるやんか、はい、ね、まあ動画にも出てくれてるけど、今からちょっと小部屋で常に子供のためにさ、はい、ちょっと射的とかで持って帰るためにちょっとゲームやるとかどうか。あ、めっちゃいいやん。そうなんやあ、いいいいいい。それやりましょう。ぜひ。出ないとなんかもう、なんか元取らなかった。勝ったからね。勝ったからこれ全部。と思って。はい、米屋さえ取りましょう。はい、ぜひ。いや、本当に中野くん、安武、土橋くん、常、はい、トンボ、うん、はい、木島くん、本当にありがとうございます。いやー、最高だったー。ありがとうございました。いい祭りだったー。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。